いいか、猿、お前がちゃんと役目を果たさないと、こっちの姉ちゃん猿の命はないからな。やることをやればまた幸せに再会できるってわけだ。わかったな。お前も、そしてこっちの姉ちゃん猿も両方の命がなくなってしまうことだってあるんだぞ。ああ、ひどいことすんな。どうだ、気に入ったか。お前の首についている素敵な首輪はただの首輪じゃないんだ。お前がたとえ砂漠の果てまで逃げたとしてもお仕置きできるというのは高性能なものなんだ。そういえば猿、お前に名前がなかったな。これから先はお前にも名前が必要になるんだ。可愛らしい名前を思いつくといいな、ぬへへへ。はあ、あ、お任せでしたか。サルさん、僕ですか。はい。いいか、バカザル、サルさん。一度しか言わないからよく聞け。俺と一緒の旅を楽しくやりたいと思うなら、ごめん。二つのことだけを守れ。俺とお前は仲良しさんだ。俺から逃げようとするな。いつも愛想よくしてろ。わかったな。よしよし。二つ目は俺の命令に逆らうなということだ。踊れと言ったら踊れ。笑えと言ったら笑え。簡単なことだ。わかったな。逆らわなければお互い嫌な思いは しなくて済むんだぞ。ぬへへへ。なんだその反抗的な目は。踊れ。あ、もうこうか。これでいいの。ぬははは。まったく見てるこっちが恥ずかしいほどのおかしな猿踊りだな。他の踊りもやってみろ。こっちや。ちゃんと指示出してくれたやつ。よしよし、笑え。下。下押すとこ。宙返りだ。というか。ほい。よしよし、上出来だ。誰が見ても明るく楽しい芸人コンビしか見えんだろう。あ、連れて行かれる。あー、ふにゃーなってる。行っちゃったー。あー、ひどいな。怒ってるやん。おい、バカザル、泣けって言った時だけ泣け。自分勝手に泣くんじゃない、お仕置きだ。あー、ほら、いつまで寝てるんだ。こっから西に行ったところに白くて、ごめん、丸っこい建物がある。そこに行くぞ。西、ね、欲張りに連れていくことになった。はあ、勝手にこれさ、あれかな、こらえなさいって訂正して、ちょっと待ってね。はい、はい、皆さんこんにちは、グツでございます。ちょっと今ごらんだけど、マザースイーンの続きですね。ちょっとだいぶ遅くなってすいませんでした。ね、まあ、やりたいことが山ほどあったんですが、第2章終わって、第3章始まる前でちょっと終わってしまったんで、第3章、まあ、この主人公、サルサが主人公ですね。西に行きます。敵か。戦えんの？あう、何がある？サルゲー。そんなお返しするやすげえな、これ。加工してみるか。
弱い。あれ？あいつな勝手に死んだぞ。はあ。ふん。いらねえよ。これ何？問題なし。あ、何これ？飲んでいいのかな？かよこさん。これあれじゃないの？ちょっと待って。なんか嫌な予感しかせえへんな。なんだ、なんか結構、シャルの時計すげえめんどくさかった記憶はね、今日ね。難しかったよ、ね、好みのパン。あれなんか嫌やな、一つ残りにして。ああ。そうか。あれこんなん、あれ あいつ加工してんのか。レベル上げなあかんような気もするけど、どこ行くのか。箱を開けた走り玉ちょっと先に行こう。あ、いや、回復せんとはやばい、これ。あれ見なかったな。あの、水のとこあるやろな。ここ。なんかこれ通んな。これなんだ？我が家はごめん。ふんころがし隊だ。ふんを持っていないからふんころがしではない。何の話してんの？切ないのだ。もし動画でふんを手に入れるようなことがあったら、ぜひ我が輩に持ってきてくれ。いつでもこういうのか。あるよ。取り乱してしまって、ふんを持ってきてくれたのか。くれるのか。ただでありがとう。ありがとう。ありがとう。何が？転がすぞ。おい、転がせ。砂漠の果てまで転がすぞ。どこまで行くんだい。あ、え？ちょっと待って。ふん転がしに言われたくないな。そこの水、飲みなさいって、なんか嫌だな。あ、これか。なんか言ってたやつ。どこに行ったんやのか。やれへん。いや、やれへんや。下から周りのコマなかんのか。それで行こうか。あ、いやー、こいつ嫌いや。ヤモリみたいなもんね、たまに。トカゲ。あ、スマッシュ。サルサかわいいな。すげえレベル上がんねんけど。お好みなパンがすごい取れる。あ、そうそう、ちょっとお知らせしときます。ですね、お知らせ言っても僕のことじゃないんですが、うわな、こんな。YouTube 友達の、百鬼さん、百鬼さんは前にストーさんっていう、RPG ストーリーズさんっていう方がね、ちゃんと僕よりね、ちゃんともっとすごい動画を、まあ、作ってるんですが、そのゲームがね、マザー、ファミコンのね、一番最初、マザーです。ちょっと関連性がね、ちょっと薄いんで、関連性とあの3につながる関連性はちょっと薄いんですが、見といて損はないんで、あの、完成形か、まあ、最初から完成形なんで、ね、いわゆる、お仕置きされてる。そう。まあ、ワンも見といてください。見に行ってくれた方が助かります。あともう一個のお知らせが、その、ついでに YouTuber 友達のさっきさんの方が、また2のね、まあ、配信をしたんで、2もね、1見て、2見て、3見てと、見てくれたら、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なんか嫌やな、これ、なにこれ。あ、敵な。特に、まあ、1もそうやけど、まあ、1もちょっと入ってくるかな。2も、2はね、結構、がっつり3に入ってるんで、ほんまはね、これ見る前に、あ、やばい、足だ！うっそ。あ、死んでもだ。がっつり2は関わるんで、うわぁ、こっから。セーブし、ちょっと待って。関わるんでね、見といた方がいいです。ちょっと、うわ、レベルまた持ってるね。レベルは？レベルそのまま？あ、レベルそのままか。
これは、あ、おばさん。まあ、ぶっちゃけ言うと、今戦っている、まあ、豚たちと、ブヒージ言ったやつね、あいつらがね、まあ、2で出てきたある人物の、まあ、今、百鬼さんがやってられる、その、ところの、ある人物の、まあ、しもべっていうところに入るかな。まあ、2があったからこそ、3がね、ちょっと、主人公たちがひどい目に遭うんです。まあ、仮に言うと、ネスのせいでもあるから。そう、勝手に、その、ある人物がね、ネスを恨んでて、これなんか出てくるな。高級バナナ。高級バナナじゃないか。おい、バカザル。お前には高級バナナまだ早すぎる。よこせ。なんてやつや、こいつ。あ、逃げた。あー、食べられて、うっせやん。高級バナナ没収されて、マジかよ、こいつ。ひどいな。これ欲しいな。ワンもな、ワンも面白いけど、ワンはちょっとストーリーの、その、つなぎがちょっと薄いかな。最初から使えないです。僕が言ってまうと、ちょっとネタバラシになるんで言わないんですが、2はね、確実にさ、先にやっといた方がいい、ほんまに。2やってから1やった方がいいかな。1である程度、形はね、結構完成されてるんですよ。音集めとか。まあ、それ言っちゃうとちょっと、ネタバラシになるんで。風邪ひいたり、そんな感じも。3ね、どっちかとちょっと別物っぽいねんな。もともとね、64ドライブかな。そう、64ドライブで出るはずやったんですよ。あまりにも時間かかりすぎてね。あと、そう、次から次へとね、間に合わない。次のゲーム機に間に合わないから、断念したんですよね。ゲームキューブとかの開発ですよね。で、作った間に次が始まっちゃうぞって言われて、そう、あえなくできなかったんですよ。んで、まあ、例えば、64からゲームキューブに作り直そうしても、画質とか全部変えないといけないんで、すごい大変なんですよね。また何年もかかっちゃうんで。で、諦めたところ、まあ、社長の方なんかな、糸井さんの方に、アドバンスでやらないですかって言って、アドバンスだとスーファミ、まあ、簡単に言えばスーファミのパワーアップ版なんで、まあ、スーファミぐらいのレベルで作れますよって、って言って、それから作っても全然間に合いますよっていうこと話になったんですよね。で、アドバンス、これでもこっちやな。そう、アドバンスでね、作ることになって、作り直したんです。もともと、64のね、画面はね、出てたんですよ、開発の時に。あ、何こいつ。何目が回る、助けてけろ。こいつよ、こいつさ、猿ゲーして、猿間にしてんのかな。返せ、オッケー。もう一回。あ、間違えた。あ、やばい。ちょっと待って、これは。リスクが高い。やばい!かわした。
目を回しているうちに僕もちょっと気持ちよく7時なりかけてしまいました。はい、危ないところを助けていただいてありがとうございます。ついでに、ペレムしておく当たり前に、そのためにちょっと飛んで、カエル生息しているて雨が期待できない環境には乾燥を防いでいるんである。なるほどね、ちょっと待って、でね、あれなんですよ、あのマザー3さ、主人公をさ珍しくお父さんにしたじゃないですか。ですよ、第一章でお父さんがね、主人公なんですよね、主人公の。で、それすることによって、今までさ、電話でセーブするんですよ、ワンとツーは、お父さんに。それができなくなったんで、急遽カエルに変更になったんですよ。で、ややこしくなるんで、自分が自分に電話するわけにいかんから。まあ、書に分かれることになったんでね、本来主人公はずっとそこにおるわけじゃなくて、まあ、この猿とかが急にお父さんに電話してもしゃあないから、ね、なんかちょっと待って、何これ、ちょっと待って、何これ、あう、やばいんじゃねえ、なんか乗ってるよ、おい、サボテン乗ってるって、おい、猿、あそこにいるのは砂漠一凶暴なサボテンウルフだ、サボテンウルフ、あいつがあんなところにいたら中に入れんだろう。いや、それやけど、さっさとやっつけてこい。おい、待てや。やられたらまたお仕置きだから、なんてやつだ、こいつ。ちょっと待って。これは、猿真似してみようか。おい。はい、あったやな。お前も戦ってくれてるやんけ。ああ。やばい、危ない危ない危ない、マザーの独特な姿勢みたいな、入ってる間にさ回復させたら死なないからね、回復回ってる間やから、話しちゃった、はい、いけるこれ、あー使わんでよかったかな、やばい、あー、スマッシュ、あ、やばい、やってもた、いや、早く落ちてた、あいつ、ちょっとこれ、まずいまずいまずい、何もないって、あー、もう、赤よかったので、おやめろ、よし、オッケー、返せ、なんで影に隠れる、あ、やばい、やばい、あー、戦いはうっせえ、ちょっと、あ、どっから、あそこらか、無理じゃん、いや無理か、ちょっと待って、眠られても体力回復、体力増えるだけやから、攻撃力とか変わらへんやろな。倒せんのか、あれ。なかなか手強いな。あ、取ったままか。え、ちょっと待って。ちょっと待って。グッズ、あ、ないの、そう、これあかんわな。これはダメだね。ちょっとやり直します。それ、これで。あー、そうな。そうですか。あー、そうなの。そう、このゲーム、基本さ、もう一回戦いますかみたいなんで、セーブ地で戻るくせにアイテム全部なくなっちまうから。これの方がいいかな。Thank you.
声だとあえて元に戻るんで、一応。あ、セーブしもた。あ、セーブしもたか。あ、ちゃうな。でも、こんな感じなのか。あー、どうしようかな。回復アイテムをちょっと稼ぐしかないのか。運しかないもんな。ちょっと。どうしよっかな。これでも勝てないよな、絶対か。あ、これで落ちないからか。上がるけど。いけるか。よし、え、いけるかって、あ、違う、行かなかったな。グッズ走り玉ってやろだよね。これしかないな。止める。ああ、どうしよう、サルベにしに行こう。ああ、意味なかった。あ、倒した。よかった。走り玉聞いたな。よかった、あんま使う。ああ、いいね。OK。ここ入るな。お。入れ。ああ、う。マザーっぽい曲が。敵おるじゃん。これで虫嫌い。あー、なんか嫌なやつ来た。ちょっと待って、虫嫌い。危ない。うわー、強え。まあ、食事中の皆様はごめんなさいな。ふうんじゃないか。これあれがおるな。あ、これ何、どうやねん。違う。え、これか。え、マップなってんの。あ、後ろの人がいるもんね。しかっか。あ、やばい。ちょっと待って、これはまずいぞ。死に行くしかない。やばい、これまずいな。あ、何あれ。おい、バカだな。あ、かゆかった。なんでやねん。こっちじゃない。痛い。でも、やめても。これか。これは、ポークビンというハイテクなるものだ。なるほど。こいつに乗って、これから、ひどく分娩の遅れたタイツマイリーという村に行く。歩いたらとんでもない距離だから、このポークビーンならば、ヌヘという間に到着するはずだ。そのヌヘってどういうことやね。ちゃんと聞いてたか、当たり前でも OK。そっから下に降りるんだ。はい、ちょっと待って。高いです。ここ
これは中に入って休むだけですっきり元気になれる。すごいカプセルという素晴らしい装置だ。本来のお前のようなバカだりはもったいないが、特別に俺様が許可したらさっき回復させることだって。あれなんですよ。あそこに早く行きたいねんな。チャブ台がさ、乗り物になるやつ。乗り物なのかな、なんか、チャブ台の生き物なのかな。あれに乗っていくんですよ、マザー3は。欲しいに行く。セーブやな。セーブ買ってあげとくけど、ここで。昔のボンド。こっちにセーブしとくか。父さんとか大変よね。実機でやってるから、セーブ怖いよね。僕はまだ、アドバンスで結構後に出たから、まだ全然安心できるけど、電池とかすごい怖いような気がする。キャッキさんとか、結構古いからさ。おい、まだ乗るんだ、バカザル。いいか、よく聞けよ。走行中のポークピンを止めたいときは、B と書いてある、B って書いてんの、ボタンを押すんだ。止まった状態でもう一度 B を押せば降りることができる。へぇ。ちゃんと聞いてたか。分かってない。さっさと乗っていいの。ちょっと待って。ここが気になるよね。いたくなる。あ、行かない。乗るか。乗り込みますか。かわいいね。あ、すごい。早い。すげえ早いねんけど。ボーンってなってる。あ、すげえ。未来系って、よう思ったけど、ちゃうな。パイプ通ってるだけやな。F0 っぽい。あ、ちょっと待って。経験入れんか。何ちょっと待って待って。ああ、なるほど。降りていいの大丈夫、これ。ひよこのバンダナ。装備そこ。ちょっと待って。好みのパン。装備。頭。これ。でかい声だ。よし、OK。急がな。なんか、ボスっぽいか。すごいな、乗り物いっぱいある。よし、行こう。おう。これでも、ちょっと待って。これ、こいつじゃ入られへんな。あれ、入られんのか。走り弾、押し見引きまでつけなあかんのか。これは、室内で走り弾をなるべく投げないでください。煙くなるので、なるほどね。倒さなあかんのか。押し見引きだ。何こいつ。押し見引きだじゃないや。ネッパーあるやんって。使ってみる、走り玉。これなんだ。あ、滑らせてっていうか。ほい。おーい。失敗した。失敗すね。あ、倒した。力の守り。え、そんなん取れんの？ちょっと待って。力の守り。装備か。点数下がる。いや、でも上がるよね。力やね、上がるのか。
どっから出てくるの？墓のとこか。ああ。あ、あの町に行くのか。それで会えとおたんか。あ、なるほどね。この墓はもの南ぐらみ、ヨーディかな。泊まる場所がある。そこに向かうぞ。はあ。南。ああ。やめてやめてやめて。今、絶対語れんと思いました。これであいつ会うんやな。2章の、ほら、2章の話。いやあ、これはこれは、いかがですか？私の差し上げたそのステーキな袋は。気に入っていただけましたか？なんだ、ヨクバさんか。脅かさないでよ。はあ。一体どのくらい入ってるのか。今数えたんだ。あはあ。泥棒に盗まれたりはせぬよう、十分に気をつけてくださいよ。ヨクバが取ったのか。で、これね、これのここのシーン、二章の最初の本シーン。おお、よそ見しておった。すまんすまん。すまぬが先を急いでるんだ。これで失礼するよ。ほれ、猿ちゃん行くのかの。何を言ってんです。行っちゃった。見ろよこの袋、何が入ってると思う？金だぜ金。知ってるか金。何言って、お前金も知らねえのか。詳しいことよく知らないけどさ、なかったものだから、あ、ごめん、何せ、竜巻にはなかったものだからな。これからは金の時代らしいぜ。うん、金の時代ってなんだ？豚と取り替えたんだよ、旅の男と。そいつのやたらにうちの豚気に入ってくれてさ、泣いて頼むんだ。妙な話だと思ったんだけどな、俺はあいつのこと信じることにしたよ。仲良くなって損する相手じゃないね。とにかく、俺がもらったんだか、あそこによくもおるよ。もらったんだか、俺のもんだよな。何も知らない奴に持っていかないと困るから、こうして井戸の中に隠しておくんだ。はい。ダスター、絶対に秘密だぜ。そう、これダスターが取ったと思われんやけど、ここによくばが、そう、潜んでん、ほら。うへへへへ。猿に取りに行かせるんじゃないか。が戻しておいた。あ、そうなの。あ、これか。これに消えてたな。あ、短ないな。宿賃はおいくらですかね。宿賃って。おいくらかとはないんですよ。どうぞ泊まっていってください。あ、そうなんですか。ただなんかな。でもこういうものも。あっても邪魔になるものじゃないし。そうですか。じゃあお言葉に甘えていただいておきましょうかね。ドアストッパーに使えるかもしれませんし、そういう使い方するの、ドアストッパーって。真ん中のお部屋をご用意しましたからね。どうぞごゆっくりお休みくださいね。どうもありがとうございます。ほれ、サルサちゃんありがとうわ。キャーかわいい。それでは失礼して、お部屋に行きましょうね。はあ、逃げたいの。真ん中の部屋行ってた。セーブあんな。明日からしっかりと働いてもらうぞ。はい。会う、俺は。分かったらもう寝ろ。もう、具合言ってるし。ああ、死んでる。起きろ、サルサ。起きて。よし、起きたけど、見に行くよ。で、ここまでやね。ちょっと時間ないんで。ちょっと短めやけど。いやー、面白いな。面白いけど、なかなかね、やることが多すぎて、なかなか進まんのよね。
ねえ、まあ、編集がめんどくさいだけやねんけど。まあ、編集なしでも出してもいいか。字幕はまあ、ほどほどで。まだすでここまでです。以上、また続きます。まあ、最後までやるよ、頑張って。やりたいから。頑張って見せたいな。でも、百鬼さんとこの、これを見てまうとね、百鬼さんとこに、合わせていいのかな。百鬼さんとこ、終わった後に最後出さんと、まずいことなる。まあいいや、その辺は、なんとかしよう。以上です。ソックスでした。また見てなー。